新日本の揚げポッドキャスト。こんにちは、新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本の揚げという落語会を不定期で成城ホールでやっておりました。やっておりましたが、次回1月17日が最終回でございます。このホールとしてはね、その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャマルコ、そして立川こちらです。はい、三遊亭満喫です。我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いします。やっぱり明けおめ、そうですよ、明けおめ、はい、2019年一発、そんなラフな感じでいいんですか。もうそうですよ、最初にこんにちはとか言ってるけど、やっぱこういう番組は ね最初、あ、どうも明けましておめでとうございますってところ始めるわけ。そうだよ、今の明けましておめでとうございます、広瀬さんの声の張りを、大事なのは。では改めまして、はい、気分的に開けてる気がしないっていうのも分かんないことでもないじゃん。それはね、ほら収録日がさ、なんとか慌ただしい。本当だよね、慌ただしいところが急に寒くなってびっくりした。確かに、ね、なんとか寒波が来てるんですね。年の瀬感満載。明けましておめでとうございますですよ。2019年一発目ですよ。いいですか。年の瀬じゃありませんよ。顔作ったって見えねえんだよ。顔作ったって見えねえんだよ。見えねえんだよ。いいじゃないの、気持ちが入るもん ね明るい顔。ラジオポッドキャストのセオリーが分かってないな。お前が一番分かってるの。去年はね、文化放送でおどおどしてたじゃねえか。おめえだよ、おどおどしてたの。おい、すごいこと言うね。俺はおどおどして、あんただよ一番おどおどしてたの。おどおどしてたのはマルちゃんで、してないよ。おたおたしてたのがおたおたはだけどいつもしてるから、いつも同じやね。なんか借りてきたバフンのね。バフンは借りてこないでしょ。バフン借りて、もうそれ退避にしちゃっていいです。うちから持ってってやつかもしれないですけど、返さなくていいやつ。文化放送って話出ましたけどね、去年は。いや、良かったです。ありがとうございます。2月25日、柴浜こちらさんが呼んでくれました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます。あの文化放送で ね、あの夜の7時から9時までやってる芝浜ラジオを、こちら師匠担当曜日の火曜日に、呼んでいただきました。年末ありがとうございました。盛り上がりましたよ。ありがとうございました。最初は、はい、誰が喋ってるのか分かんねえって言われて、そりゃそうよね、もう4人がクロストーク始めちゃうわけ。名乗らないうちに始めてるからね。で、ね、話聞いてたら、はい、誰が聞いてるか分かんねえけど、うん、面白かったね。面白かったね。喋ってるか分かんなくても分かんなかったけど面白かったよ。いつも通りの新日本の和芸な感じで、ね、まあ、喋らせていただきましたけど、ね、はい、その局内の評判というのはいかがですか。良かったです、ね、かった。ありがとうございます。え、あのマルコっていうのはうちよく出てるの、うん、4年出てるのにまだ知られてなかったですか。しかも構成作家の一人、国丸もやってるはずなのに、うん、まだ知られてなかった。ほらいろんな部署の人がさ、はい、いるからさ、はい、国丸に関わってない人もさ、はい、ちょっと国、ね、関わってない人は丸ちゃんのことをこう視野に入ってなかったみたい。国丸だけが文化放送じゃないですからね。そうよ、文化放送が広いですからね、いろいろ。まあまあ24時間やってますからね。そうなのよ。だから丸ちゃん、国丸での PR が足りなかったんじゃない？そんなことないですよ。いやいや、そんなことない。丸子の上手な使い方が分かったんじゃないの？これで、うん、うん、あんまり出さないっていう。マガチン。そうなりつつあったんだよ。でもね、そのラジオ放送の前のね、うん、マルコ愛さんの緊張がねビンビン伝わってくるんですよ。すいませんよ。俺はちょっとねこっちで、うん、あのちゃんとした打ち合わせしてたから分かんなかったけど。そうだ、こっちこっ右と左でね、うん、分かれた。左側にマルコ愛さんがいて、うん、右側に俺あの、うん、なんで出ねえんだよ。こちらだよ、こちら。何年一緒にやってんだよ。こちらが8年一緒にやってんだよ、新日本の上げ。こちらがいかない。名前出ないんだよな、こういう時な。それでこう、ね、こっち、だからこちらあんさんがどういうふうに動いてるのかで、うん、俺たちは、つまりそれを習わなきゃいけないと思ってたから、ずっと見てたわけですよ、こちらあんさん、うん。それ5分ぐらい経って、パッて見たら、うん、こっち左側にいる丸子あんさんが、うん、もう真っ赤な顔になって顔が茹で上がっちゃったの。飲んでんのかと思ってた。
何で、ね、放送局で飲んでんだよと思って。飲んでない、違うの、あの気が小さいから飲まないと出れない。飲んでないよ、飲んで出ないよ。本当だよ、最初だってもともとあれも広瀬さんに持ってくはずの脱菜全部飲んじゃったんだから。おい飲んじゃったらキャビン当てんだもん。キャビン当てんだもん。ジャルだと偉いもんクビですよそれ。飲んでないから本当に飲んでない。で脱菜は広瀬さんに持ってくはずじゃなくて、うん、自分で飲もうと思って買ったやつです。ああ、やっぱそうなんだ。持ってきたんだ。いやいや、でもね、なんか幅さんも面白かったって言ってましたよ。よかったですよ。星谷、うんね、さんの株が上がったらいいですよね。いやー、もう激上がりですよ、これは。うん、何より嬉しいですね。いやー、改めて思いましたけど、やっぱ兄さんのね、うん、仕切りはうまいですね。いや、俺仕切りはうまくないよ。そうね、仕切りはうまくない、ね。広瀬さんは分かってるようにか、うん、ね、やっぱりあのラジオのね現場行って分かるのは、はい、小白さん本当に一人喋りがものすごくうまい、うん、一人で喋るのがものすごく上手だから、うん、だから我々4人になるとクロストークになっちゃうんだから、うん、仕切りはしないんだよ。確かに、ね、仕切りはしない、うん、仕切りがうまくない、うん、あれ勝手にやっちゃっただけなんだ、うん、そう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 、だから一人で喋ってるともう水を得た魚のようなね。そうですよね、最初の飛ばし感がすごかったですよ ね、 ね、僕はテンションが高い状態が一番頭が回転する人なんだなっていうのは分かりました。確かに、あ、マキシュね、そこね、うん、1個ね、誤解があるんですよ。なんで？それはね、うん、そうでもないのよ。これ考えずに喋ってんのかよ、脊髄反射かよ。頭が回らないということですか？一番頭が回る、テンションって、うん、もう一度低いところなんですよ、僕。あ、本当はそうなんだ。本当はそうなんですけど。じゃあ 今とかな。今とかの方が全然回ってるのよ、そう。うんうんうん、でもわざと一番上にしてるんですよ、うん、スタートなんか特にそうですよ、ね、いや、スタートなんかずっとそれでやってて、うんうん、っていうのが、万が一何か起こった時に、うん、1個テンションを落とすだけで、うん、全部うまくできるの。なるほどね、うん、だから、ね、いつもね 120% ぐらいでやるわけ。うーん、そんでトラブルがあった時に、うん、テンション落とすとすごく冷静に全てのことが処理できるから、あ、ノウハウなんだ。そうだ、普段からそのテンションでやってると何かあった時に、うん、そこから落としたり上げたり してところで自分の能力が変わんなかったりするけど、普段から一番上でやってると、うん、落とせばもっと俺ハイクオリティなことできるっていう、うんうん、確かにテンションが高い最初すごく高かったし、うん、高かったですね、最初すごい高い、うん、でこの回転で俺トーク入っていけるかなと思うぐらい早かったから、うん、だって言葉の選び方はすごい雑なんだよね。そう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 、猛烈に雑なんだ。雑雑雑、適切な単語は選べてない。そうそう、ちょっと怒るんじゃねえかと思うぐらい、スタッフが怒るんじゃねえかと思うぐらいの単語を選んでる、うん、乱暴にやる、うん、なんだこんなにこんだから、そういう意味なんだね。そう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 、頭の回転が一番いいわけじゃない、うん、テンションだけ上げるんだ、そう。ああ、そういうことなんだ。やっぱ長年ラジオに携わってるだけのことはありますね。うん、ありますね、うんうん、急にほら曲が出ないとか、うん、あと地震速報とかさ、うん、あとは急になんかその、うん、ニュースが飛び込んできましたみたいな、生放送だと特にそういうことが、うん、アクシデントがあり得るから、うん、そのために、うん、自分でこの余裕を残しておくというか、うん、だから F1 とかで言うとさ、最初の直線でさ、うん、もう一番高いスピードまで上げるからさ、うん、ハンドルでコントロールしきれてない感じなんで、ビューってそうそうそう、うわ、ぶつかるぶつかるみたいな感じのスピードだよね、あのスピードね。とりあえず最初のカーブ曲がるまではもうベタ踏みで行けみたいなね、うん、そうそう、ブーブーブーみたいな感じになってたからね。あ、そういうことなんだ。そうなの、俺勉強になりますよ、やっぱり常にそういうノウハウでやってる。いや、でもやっぱりあのテンションで最初から来られるとね、番組始まった感がすごい感じる。それまでのね、あの番組はなかった時とやってない時から始まりました感がすごくて、これがお客で見てたから、あの現場で見てたから、うん、客じゃねえよ。客じゃないの、金払えじゃん。あ、客じゃないお前ギャラ持って帰ってただろ、だって。いやいや、ギャラ振り込みとかもらって一緒だよ。内容は一緒だよ。であの場で見てたからすごい分かると思うんですけど、うん、多分ラジオの向こうで聞いてる人たちが思ってる以上にテンションが高いと。ああ、そうだと思う、あの現場で、うん、ね、そうそうそう、すごい速さでしたよ ね、うん、俺これスピード入っていけるかなって言っちゃったもんだって。うん、言ってた。やっぱり多くの、ま、落語家さんのね場合、うん、講座でもね、はい、枕でこう様子見で、うん、低いテンションから入ってって、ま、その最たるものが男子一緒ですけど、はい、低いテンションから入って、万吉
キ師匠も割とそうですよね、低いテンションから入ってきて上げてくでしょ、メガネを外しながらゆっくり始まりますもんね。炎上師匠ね、お前に金払えよなんでどこで払う要素があって客で見てんだから、お前客では見てねえだろ、袖で見てる。それをあの講座に出てきて最初から、うん、トップで、うん、すごい高いテンションで、うん、はいっていけるのは、うん、健康さんですよね。健康さんはでもテンションは高くないです、声は高いんです。声が高い、はい、挨拶の声ってあるでしょっていう考えがある方ですよね、健康さんも、はい、だってあ一番最初にこの音で来られると嫌でしょっていう考えに基づいてるから、なるほど、テンションはねやっぱりあの一番頭回転するテンションは結構冷静なところなんじゃないかなと僕は思います、うん、でもそれで言うとだからやっぱこしらさんがそうテンションは上げれますよね、うん、ただ、うん、ラジオほどじゃないですよね、うん、ラジオが一番でしたよね、アニタのそのノウハウっていうんですかね、セオリーっていうのは、まあ、そのラジオ日本の帯の時に獲得したと思うんですけど、うん、最初からじゃないですよね、うん、でもね最初がねどこだっけね、僕ラジオってボソボソやるもんだと思ってたの、あ、うん、ボソボソやるもんだと思ってて、誰かの見たんだよな、一番最初夏木豊さんか千田光雄さんの番組を俺サブから見学させてもらった時にすごかったのよ、テンションがいきなりトップでドーンと、そうで、あ、こうやってやるんだってその時思って、でそれを真似するようにしてやってたら、うん、やっぱりねベテラン勢のパーソナリティって大抵そうなんだよね、うんうんうん、まあ、まあ国丸さんはそうでもないかな、国丸さんはそんな程度か、でも吉田照美さんとかはい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 はやっぱり声も大きいし、はいどうもみたいな、ね、そう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 、でラジオで聞いてると それだけども現場に行くとさすごいこの声量なのよ、うん、そうそうはいはいはい、うん、ボンボンぶつかってくるの、うん、だからそれにこっちがボソボソ言ってたら、うん、勝てねえぞと思って、あ、これはこのテンションで喋るっていう癖をつけないと、うん、ラジオで少なくとも自分の番組ならまだしもゲストに行ったりなんだりして、うん、その大物対戦するときにやられちゃうぞと思って、うん、そっからそういうことにしましたね、うん、そうね、だからあの本当ラジオの現場ってすごくテンション高いですよね、うん、基本的に、はいはいはい、うん、僕も時々あのゲストとかで呼ばれて行って喋ったりするときね、バンの編集長としてね大事なのよラジオパーソナリティで音楽の話としていく、それは少ないですよ、ないんだ落語ですよ、大概落語落語の話です、大概落語なんだけどその時でもあのバーンの方でも、うん、まあ、結構長くラジオはね出してもらってたんで、うん、あれですけどそっちはね、まあ、あんまり喋ることがなかった落語のことだといろいろ僕がメインで喋ることになるじゃないですか、呼ばれて、はい、その時にやっぱり感じた最初から感じたのはあのすごいテンションが高めでいかないとあの聞こえ方が悪いなっていうことはすぐ分かったんで、さすがもうでそしたらね、まあ、あのご意図なんですけど本当あの割と、あ、広瀬さんラジオ慣れてるんですねって言われて、いやそんなことないんですけどこんな感じかなと思ってっていうところは、そのルールを知ってるから慣れてるように見えるんでしょう ね、うん、ほらお前浄化層研究するとそういうところもたどり着けんだよ、浄化層関係あるのそこは関係ないと思いますよ、都市計画の方だろ浄化層が一番効率いいって広瀬さんも毎回言うもん、これラジオとは関係ないから、ね、関係ないちょっと関係ないですけどね、まあ、マルコさんはねだからどんなテンションでやってるか聞いたことがないので分かんないですけど、マルコさんでもテンション高かった、ただ、うん、やっぱね緊張してるのが伝わってくる、あんまりさ顔がかかっただけでしょ、いやいやいや、なんでそこがクレームなんだよ、いやいやいや緊張しすぎてるんだ、違う違う、冬場は顔が赤くなるの、お前もっとできるやつだぞそんなできないでしょおいおいおいそれ言ったらおしまいですよ、広瀬さん僕も薄々思ってる、いや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 そこは持ち上げてくれない、広瀬さんの髪の毛と同じような色のコート着やがってちょっと違う、そんなに赤くない、ちょっとオレンジ、結構明るいそんなに外から見てるとそうなんです、そう光が当たってるところはすごい、そうね、照明当たるとね、やっぱ講座からも分かりますか、分かります、客席も一番目立ってます、そうですかね、目立つ、昨日じゃないけどこの間12月の立川小春独演会という、ね、初めてあの講座から、いや広瀬さんはきっとこういうこと言うでしょうとかって最後に名前出されちゃった、そしたらでもまあ誰も僕のこと知らないだろうなと思って、うん、帰り支度してたら後
後ろにいた方が、うん、いや名前出されちゃいましたねすごいね、そうかすごいね、分かっちゃうか、ね、どうせ僕のこと誰も知らないでしょう、それはないですよ、そうですかみんなあ広瀬さんだと思ってますよ、そうですか、ね、そう無茶言うんじゃねえという感じ気を知らねえわけねえじゃん、こんだけ目立つ髪型してるんですから、気をつけない、客席から一部だから広瀬さんが一人いると他の奇抜のやつ目立たなくなる奇抜なやつ、あいると思ったらもうだってあとはもうねそこに一番奇抜なやついたからプロデューサーにやつはね奇抜なもの、奇抜なもの、普通じゃないですか、普通でしょ、普通じゃないですよ、この時期なのに薄着すぎるんだもんって、うん、このテロテロのシャツとセットですからね、そうそう、これをねいいじゃないですか、ラジオでも話題になるんで、ね、なんでね、そう今回は落語の話題でやりますんで、うん、メール受け付けてますって言ったら、うん、広瀬さん冬物は何着持ってるんですかっていうそれ聞きたいのかって聞きたいのか、聞いてどうするんだって、ね、広瀬さん真面目に答える、答える、いやいや真面目には答える、何着ってとか答えてないの、何着って言ってない、ブランドを言ったんです、一世見分けだから三宅だから鼻につく子さんですね、あれあとでね昔は密相にだけだったけど、ね、もうねその辺はね、あ広瀬ちゃんとキャラ分かってんだなっていうね、ちょっとイラつかせるキャラ、ね、そうそんなキャラじゃない、うん、あの正直何着だろうとこっちはどうでもいいわけじゃないで、ね、そうだよ、だって聞いてね真面目に答えたってことないし、18いや19かとかいらないよねそんなん、ちょっと待って嫁に電話するからとかいらないんですよね。マルコさんだったら一生懸命数えそうです、ね。そうなの。そこなのよ。そこだ。マルちゃんがね、真面目でつまんないところが。ラジオで今衝撃的な人が入っちゃって、うるさい。ラジオで緊張してたのが分かったのは、うん、そこなんだよ。マルちゃんだったら数えそうだよねって言った時ラジオの時は、うん、うわそんなことやばーとか言ったんだよ。うん、弾み出してさ、椅子から弾み出してさ、弾み出してボールみたいだったよ。もう、ね、椅子の人が見てるとなんかあんなもんなっちゃうんだろう、いつあの空気のスタステーションがもう限界、そう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 、うわーだーとか、マルちゃんの体重にもいやいやちょっと落ち着けよお前と思ったもんね俺ね、もうちょっとそのテンションで喋ればさよかったんだよ、弾みすぎる。いやいやいや。なんか、何満喫症、一回出ただけで随分上から言うようになったと。君ラジオ分かってないんだよ、だから。クリマル4年やってるんですよ。やっぱりラジオよりはね、司会者向きなんですよね。リングアナとかね。いや、会話楽です。クリマル4年やってるっつってるのに、お前4年であのわたわたさはないわ。確かにわたわたしてるんだよ。でもそれが、マルちゃんのキャラクターですよね。なんだと思う。そう。でマルちゃんが勘違いしてるのが、はい、あのリングアナとかさ司会がうまいと思ってるじゃん、はい、それは、うん、あの自分が制御できる範囲の司会はうまいんだよ、そういうことそういうこと、うん、でもラジオだと、はい、何言っていい何言っちゃ悪いとかさ、あと裏側とかが見えた上での司会になってくるわけじゃん、そうでマルちゃんそういう意味での司会は下手なの、うん、そうそうそう、いつもそうそう、いつも司会がうまいのは結局一人だけ上の立場に立っていや一世見分けいいね。でもね、うん、僕それはね、なんとなくそう思うんですよ。そうでしょう。僕と丸川さんの違いを、うん、あそこの場所で言うと顔とかね、顔がいい悪いとか、はい、いい悪いって自分と相手を指すなよ。それは別にしてるんですよ。僕はあのどこまで行ったらいいか分かんないってことが分かってたんだあの時は、うん、まだ、うん、あいつなんかさ、あんさんはコントロール下にあるような感覚だったんだよ、なんとなくさ、うん、なんかそんな気がするんだよ。俺は分かってるよっていうなんか感じがするんだよ、曖昧な顔してます、居心地がさ、うん、俺の方がさまだ分かんないからどうしたらいいのっていう、そうそう、素直に聞いてくれるじゃん、うん、そうでもなんか分かってるよ俺はっていうのを感じになったんだよ、なんか俺だってクリマルやってるぜ、そうそう、それがね鼻についた、鼻についたってよなんかバフンだなっていう感じだよね。だ途中でやっぱ入ってきたあの吉祥君とね、うん、あの子、うん、あの二人の方がやっぱりバカでしたけど。落ち着いてたよ。ものすごい落ち着いてたもん。いやでも、うん、あの翌日2人に会ったのよ、うん、そしたら、いや、多分もう真打ちの方々でバチバチやってて、うん、なんか入るのが怖かったですって言って、嘘だよ、いや、言ってた、
でもそれは多分、うん、俺のテンションに引っ張られたスタジオの空気だったから、うん、違う違う、それはもう、うん、こしらさん自身のことで、そうそう見えただけで、うん、実際はさ、うん、もうマキシオとしてか分かんないし、うん、マルちゃんは酔っ払っちゃってるし、酔っ払ってないから飲んでねえからやっぱりね酔ってた、ね、やってた、そんなんじゃなかったでしょ、もうちょっとはっきり喋ってたでしょ、いや俺はもう緊張してたから分かんない、だから緊張してたでしょ、緊張するよ、だってアニさんがもう緊張どんどんビンビンくるんだもん人のせいにしないで、アニさんにこねことしてたんだから、いやいや俺に来いよじゃあよいやいや、これだってうまくさ、このスピードについていかないかもしれないと思ったもん、へえ、だからマルちゃんの方を見てマルちゃんの方を参考に行けばいいかなと思ったんだよ、うん、いやもうだって広瀬さんが一番安心だったもん、ね、安定でした、お客さんもそう言ってたじゃん、お客さんもさ、アリンさんもさ、うん、あの広瀬さんの声が一番聞きやすいって、そうそうそう、俺笑っちゃったよ、本当に面白かったよあれは、そうだろうなと思ってさ俺だって何したらいいか分かんねえんだから本当にいいと思うし、ね、うん、実際広瀬さんの声が一番視界に向いてるんですよね一番マイクに乗る声なんですよ、いやでもほらあのマルコさんのね、うん、天使気配とかねやってるから、ね、持ち系の、うん、ああいうねリングアナ系のやつしかできない、ちょっとやってみてくださいよさあそれでは青コーナーより佐々木はこちら選手の入場ですそれね、それうまいですよね、そういうやり方する、ね、やっぱり命令者、あんまり緊張すんなよしてないよ今も緊張してない、してない何もできるとこねえじゃんそれいやいや、ゴジラ師匠のね、そのトップギアの、うん、そうで、そこにその満喫師匠のね、あのボソっていう感じでね、入るこのスピード感の落差っていうのもすごく面白かった、ね、いやすごくね、うん、あの満喫師匠が良かったですよ、うん、要所要所で決めてくるんですよね、うん、シュートをね、素晴らしい、うん、まあ、でもそれはあの小白さんがパスを渡してくれたっていうのが分かった時だけ反応できたからいやあと黙ってたわ、分かんない時はそのままオンゴール決まってたから自分で打っちゃった自身にっていう時もあちらもちろんありますし、僕は慣れてないから、ね、ポッドキャストの時と違って、うん、ちゃんとみんなを見てるからね、うん、マキさん、まあまあね、ポッドキャストの時はいつもねなんか爪いじってたりするひどい時スマホ見てるそれならまだいいよ、違うんだ、ボールペン分解してる時やったからだから違う違う、集中度が違ったからね、だからいつもね、うん、いいことを言ってくれた、今だから言いますけど、僕ボールペン分解してる時は一番頭かゆい一番聞いてないって言うんですよ、嘘つけよ、ニクロム線が焼き切れるぐらいの感じだ、頭に何が入ってる、古い仕組みでできてるよあいつの頭まだ電球のフィラメント竹だよあいつすぐ燃えちゃうんだ、ねえ、ね、でもいい番組ですよね、うん、あれが何ですか、その半年で終わっちゃうってことですか、そうです、ナイターオフの期間ですから、まあ実際ね、ナイターがないからって始まった番組だからね、続くっていうのはちょっとねあれですけど、でもなんかそういう企画やってんでしょ、まあ、やってはいますけど、続けるために、うん、もっと芝浜ラジオって、うん、あれはあの違います、水曜日に、はい、吉祥と恋八が、はい、お金を集めて番組の枠を買うっていう企画をやってて、すげえ、おー、じゃあその泣いた後にもう一回やりたいから、うん、そう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 、集めて、うん、一種のクラウドファンディング、そうですね、100万、へえ、100万あると番組枠が買えるから、うん、でやってて、だから、うん、違うぞと、吉祥、うん、吉祥恋八よと、うん、こういうのは内部崩してきゃうまくできんだよって、うん、それに俺が乗っかって月曜で始めただけだから、ああ、うん、なるほど、そう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 、うん、だから詳しい先輩が教えてやろうじゃねえかというね、あ、まあまあまあ、うん、まあ基本うちは失敗する前提なんだけどなるほどね、そこまでをコントにして、うん、まあ、あの中にはね普段あんまり芝浜ラジオを聞く機会がなくて、うんうん、でまあ、たまたまそのねツイッターとかで見て、あ、うん、なんか新日本の和芸のチームが出るんだと、はい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 、初めて聞いた人は多分その冒頭の、うん、パロディっぽいやつね、うん、審議委員会の、はいはいはい、あのあれが分かんなかったと思いますし、分かんないと思います ね、うん、僕はだからたまたまその前日に吉祥君の講座を聞いていて、その年末一部始終を聞いたんで、うん、うわ無茶するなと思って、うん、尖ってるにもほどがあると思って、うん、いやいや、そうなんですよね、ラジオの難しいところって、はい、結局数字なんですよね、まだまだまだなんだかんだ言っても、うん、そうそうそう、数字か、あるいはスポンサーなんですよ、はい、うんうん、
で、あそこの枠はまあ基本的に数字が良ければ、新たな企画をこう提案していきましょうみたいなところなので、スポンサーを取ってくるよりも数字の方が大事だったりするんですけど、今回みたいにゲスト呼びましたってなって、で見たらね、もうヒロさんのファンの人とかね、が急に聞き出すわけですよ。で、聞いた時に、じゃあ、まあ、落語スペシャルですって言ってやるじゃないですか、じゃあ落語のことだけやればそれは新日本の話芸のファンの人たちは、あの4人組が地上波で聞けたっていうすごい喜びあるかもしれないですけど、今までずっと聞き続けてた人からすると蚊帳の外になっちゃったりするわけですよ、そうね、そこですね。その時だけバッと盛り上がったとしても、じゃあその時あの4人が出た時に聞いた人が、じゃあ聴取率習慣に聞くかっていうと、それはまた別の話になってくるわけなんですよ ね、だからそうなるとそのバランスが難しくて、今回みたいにも落語スペシャルですと前々からもう、目打ってたからいいんですけども、そうじゃなくてポッとゲストを呼んだ時にそのゲストのみで2時間やってしまうと、今までずっと聞いてたリスナーさんを置いてっちゃうことにもなったりするんですよ。だからね、あの今回はもうすごいうまくいってよかったっていう風に喜べるのはもう ゲストとか、あと僕もねこのポッドキャスト関わってるからいけるけれども、じゃあ実際にこれで、ね、上層部が聞いてて、あ、じゃあやっぱり落語をコンテンツとしていけるねと、もう次からちょっと落語オンリーでいこうみたいになると、こっちからすると迷惑なわけよ、それをやりたいわけじゃないから、まあ、だから2時間の枠があるとやっぱりねパッケージの部分が結構あって、その安定感はありますよね、1時間番組とかだとやっぱりあのゲストのところも割とまあ中途半端になりがちじゃないですか、今言ったような理由で、ね、ゲストばっかり相手にできないから、2時間枠あるとやっぱり非常にいい感じでしたね、と思いました。疲れちゃったよね、疲れた。今日2時間あ2時間、ね、長いよ。確かに疲労感っていうのはすごかったですね、一人でやるのは。そうか、いや、あれ2時間は僕は長いと思わなくて、ああ、やっぱいいぐらいいい感じだな、2時間あると。そうよ、もうヒロさんはほらペース配分できてるから。俺はもう最初の直線でもう俺としてはコントロールしかなくて、コンサートしなかっただけ偉いよね。いや、本当に一人でゲストに呼ばれることが逆に多いので、それで聞かれて、パーソナリティの方に聞かれて答えるという、そっちが多いん で、そうするとね、やっぱりその番組は、まあ、広瀬和夫さん呼びましたってことがメインになっちゃうから、いいのかな、これでって思ったりとかね、まあいいでしょうけどね、そういう番組ね。そうそう、でもまたなんか機会があったらやりたいですよね。ね、やりましょうよ。ぜひ呼んでいただければ ね、嬉しいですけど。まあでも小白さんやっぱりラジオのね、そのパーソナリティとしては非常に一流なので、どっかでまた別の、パーソナリティとしてはって。ひろさん、落語も。他はパーソナリティとしては、結局一緒だよ。考えた上で一緒だって。じゃあ白く一門の落語家としては、おお、ずいぶん狭い枠にしねえと一流になれねえなこれ。だって笑いやいや、何も言えねえならもういいわ。結構先輩多いからね、何も言えねえからね、こっちは。いや、やばいなと思って、まあ、まあいいですよね、本当にね。まあ、この新日本の話芸自体もね、続けたいですよね。ね、そうですね、落語会のね。やっぱりね、この落語会があって、このポッドキャストがあったから、できた企画でしたからね、今回は。そういうことですよね。まあ、とりあえず成城ホールでの最終回の告知を、ね、しなきゃいけないですけども、はいはい、次回会場はまだ未定ですが、ちょっと話し合っております、とりあえずこの成城ホールでは、2019年1月17日木曜日の会をもって、この会場での落語会は終わりということになります。もう次回とか言ってられないんです、はい、とにかくこの1月17日に来てもらわないと、そう、だから次の会場のキャパもわからないので、そうですね、もうキャパがどうか、やるかどうかもわからないでしょ、これ。そうですよ、ここ来なかったってなったら、じゃあやっぱ次の企画やめようかみたいになるといけないから、そうそう、ここで来ないと、お客さん来ていただかないと、次っていうのもね、難しくなる可能性がありますよね。そうですね、もう成城ホールで始まって、とりあえずこの回で、まあ、優秀の美を飾るということになりますので、ぜひ足を運んでいただきたい。なんか次があるんだったら、じゃあ今回は行かなくてもとか思ってると、もう次ない可能性ありますからね。そうなんですよ、次行ってみたら小白さんがいないかもしれない。俺だよ、そのまたある、ま、そういうことありました。またかよ、キツマルコプラスワンってこともありました、ね、また俺行くかよ、あと野際さんが体調崩すことだってあるわけです、ね。はい、それは分からないわけですから、はい。
この野際さん。この間南波さん出て嬉しかったですね。南波さんね。南波さんひょっとしたら受付にいるかもしれませんね。お越しいただきたいです。さあ、新日本の話芸落語会ですけれども、1月の17日でございます。12時開演。前売りが2500円、当日が2800円でございます。アンダー25割引き、オーバー65割引き、障害者手帳割引きというのがございまして、成城ホールの窓口で提示していただけますと、1000円引きで購入ができます。お問い合わせは東京03、まだラジオ3412-1313、引きずってないです。引きずってない。いじけてきた、いじけてきた。成城ホールでお願いします。何、はい、何それ。適当。はい、というわけでね、じゃあもうこちら師匠ですね。最後の一言お願いします。はい、本当にねこのメンバーで地上波でラジオにも電波に乗せられたというのは私一つ、仕事をやりきったなという、ね、感じがいたします。それからこれ続けてください、これからもねこのメンバーでひょっとしたらうちの曲でやってくれないかみたいなね話があったらどんどん乗っていきたいと思います。心配いらない立川こちらがいるから。新日本の話芸ポッドキャスト。